クレイエーウケンは、アメリカ合衆国のポップシンガーである、ノースカロライナ州のローリー出身。身長6フィート1インチ、髪の色は赤、目の色は緑。アメリカの記録的人気番組、アメリカンアイドルシーズン2で準優勝した。幼い頃から歌を歌い始め、小学生の時にローリーの少年聖火隊に所属、地方のバンドと共に歌ったこともある。その後、 中学校では合唱団、高校では学生ミュージカルに参加する。高校在学中にオクラホマやザ・ミュージックマンなどにも出演した。高校卒業後すぐには進学せず、YMCA 子供キャンプで働くうちに児童教育に関心を持つ。その間、ジャスト・バイ・チャンスというバンドを組み、趣味として地元を拠点とした音楽活動を行った。19歳の時、 ブレントウッド小学校で自閉症児の学級の代理教師として働く。そこでの子供たちとの経験から将来は教師になることを決意。2000年、ノースカロライナ大学シャーロット校に進学し、特殊教育を専攻。2003年12月、学士号を取得し卒業した。2003年、アメリカの t v 局、ホックスの人気 t v 番組、アメリカンアイドルのシーズン2に出演。 結果2い,いとなり、同年6月には歌手デビューを果たした。当初、歌手としての活動拠点は、キンバリーロックとハウスシェアしていた、ハリウッドであったが、2006年にノースカロライナへ戻り、実家に近い場所に自宅を建設した。しばらして、学生時代からの親友2人と3人で住み始める。2008年8月、自身のアルバムプロデューサーであり、 親友のジェームズ・ホスターとの間に、息子、パーカン・ホスターエイケンが誕生した。ジェームズは人工受精で妊娠し、出産を果たした。二人は結婚せず、今後は共同で子供を育てる予定。2008年9月に、雑誌ピープルに手芸であることをカミングアウトした。2009年2月、所属レーベルである RCA レコードから離れたことを公式発表した。理由は、 RCA レコードとの契約更新の交渉が決裂したためとのこと。4月21日にはニューヨーク市が毎年主催するファミリーイコーリティカウンシルで表彰された。このイベントは子供を持つ芸の人たちが愛情にあふれた家庭を築き社会認識を高めてきたことを祝福するもの。受賞式の会場は ニューヨークのマンハッタンにあるレストランタバーン・オン・ザ・グリーンが使用された。8月にはデッカレコードとの契約にサインしたと発表された。2010年2月、アメリカの不動産サイトで2006年にクレイエーケンが建設した自宅が販売されていたことが発見された。3月のトライドトゥルーツアー中、ある会場のファンとの親睦会でこれに関連した質問が出て、 彼はツアー中に何も動きがなければまた戻るつもりだと答え、その通りに戻った。2012年現在は弟のブレット・パーカーと同居していると母親のフェイ・パーカーがアメリカのインターネット新聞ハフィントン・ポストのインタビューで話した。大学在学中は発育障害児のための地域プログラムでアルバイトとして働いた。自閉症の12歳の少年を担当し、 その母親にアメリカンアイドルのオーディションを受けるよう、進められた。2002年の夏、地元のシャーロット地方予選を受けるが落選した。再び、アトランタ予選を受け、ハリウッド予選へ通過。その後セミファイナルで再び落とされるが、視聴者の投票による、ワイルドカードで、敗者復活し、トップ12に選ばれる。それから約3ヶ月にわたる本戦を勝ち抜き、2003年5月、 トップ2のルーベン・スタッタードに、僅差で敗れ準優勝者になった。その後、圧倒的な歌唱力と、女性からの熱狂的な支持により、デビューシングル及びデビューアルバムは、優勝者、ルーベン・スタッタードを任した上、アメリカでの様々な CD セールス記録を打ち立て、最初のオーディションから数ヶ月で、 一躍アメリカの国民的ポップスターに上り詰めた。ビルボードの順位は2005年2月からインターネットのダウンロードセールスが新たにカウントされるようになった。ありがとうございます。